入ってみてください。はい、はい、今日はゆみこさんに写真をたくさん撮ってもらいまして、渋谷でまずお茶をしながら響きはまずチーズケーキを食べてなんか炭酸を飲んでたんですけど、私はカフェモカを飲み、これミーティングをしてから渋谷で写真を撮って、最初ちょっと恥ずかしかったんですけど、まあ、撮ってるうちにちょっとなんか慣れてきたっていうか、でも次に移動したあの表参道の方がなんかあんまり恥ずかしくなかったかなっていう自分の中では。そうね、やっぱり自分はなんかクールな表情とかの方がなんか作りやすいなってすごい思いました。かっこいい写真撮ってもらったんで、まあ、かわいい写真もなんですけど、後で全部もらうのすごい楽しみにしてます。また、日本に来たときは写真撮ってほしいなお願いします。はい、こんな感じで木村ありさでした。バイバイ。